皆さんこんにちは、あやです。はい、本日はですね、神と共に第一章罪と罰をお届けしたいと思います。はい、私これですね、ツイッターフォローしてくれている方は分かったかと思うんですけども、第2章の方にフィルマックス感想を書いていることに1日ぐらい気づかなかったです。はい、というわけでですね、あらすじをお送りしたいと思います。遠いな、よいしょ、失礼します。死を迎えた消防士のジャホン、これがチャテヒョンさんですね、の前に突然現れた3人の冥界の使者、ヘウォンメクとドクチュン、そしてカンニム。これね、韓国人の中でも結構変わった名前です。彼らはこれからジャホンが転生のために通る7つの地獄の裁判の弁護と護衛を行うのだ。ジャホンは生前の善行が認められ、19年ぶりの鬼人として転生は確実と死者たちも楽勝ムードが漂っていた。しかし裁判が進むにつれ、地獄鬼や怨霊が出現し、冥界が揺らぎ始める。この原因は一体 なぜか、この原因は一体なぜなのかが正しい文章かな。そして無事にジャホンは全ての裁判をクリアし、人間に戻ることができるのか。今冥界と下界を巻き込んだ壮大な物語が始まる。フィルマークスのレビューやばいんで皆さん見てください。この原因は一体何なのかだと思います。やばい。フィルマークスのね、韓国映画に対する知識のなさってですね、私以下なんですよ。超やばい。はい、というわけでですね、神と共に、5月24日公開ということで、まだ、公開したてなのかな、いてまいりました。はい、ですね、先に申し上げておくと、私実はこのですね、監督のキム・ヨンファさんという方の、オーブラザーカンナさん大成功です、国家代表ミスターゴーときて、この神と共にワンツーなんですけども、この国家代表っていうやつがですね、2009年にこれ日本公開したのか、もっと前な気がする。で、この国家代表っていうのが、韓国ではこの年間の興行収入が2位に上がるほどすっごい大ヒットした作品なんですけど、私この国家代表大嫌いなんですね。すいません、大嫌いっていう言い方あんまりしないんですけど、嫌いです。生理的に嫌いなんです。しかもこれね、国家代表2が作るっていう企画も実はあって、でその国家代表から結構時間が置いて、ミスターゴーが2013年に公開されたんですけども、恐る恐る見に行ったけど、やっぱりこれもね、なんかね、根本的なところで相入れないと思ったんですよ。だから今回ですね、この神と共に自体は結構韓国ですごいヒットしてて、1000万人以上の動員も稼いでたし、キャストがすごい豪華なので、いやー、めっちゃ見たいけどちょっと不安はありました。ちょっと不安はあった。普通に見たいと思ってたけど、監督がキム・ヨンファって聞いた時に、あ、やべと思いました。で、そのですね、この神と共になんですけども、神と共にシリーズとしましょうか。もうキャストがマジ豪華。まずはこのチャテヒョンさんが、死んじゃう消防士で、この人の、転生、この人を生き返らせるために、その7つの地獄を巡って裁判を受けるっていう話なので、このチャテヒョンさんをいわゆるですね、あの世に連れて、あの世に行った時に、この3人のですね、チュジフンとハジョンウとキムヒャンギ、この3人がですね、お供をして弁護とかをしてくれるんですね。すでにやばい豪華さっていうね。はい、チャテヒョンさんは皆さん多分わかると思います。猟奇的な彼女のあの人です。だからお人よしキャラがすごい、やっぱりこの人は根付いてるかなと思いますね。で、ですね、他にもですね、このチャテヒョンさんの弟がですね、キム・ドンウク君って言って、これはですね、知ってる方多いかと思うんですけど、コーヒープリンス1号店に出てたちょっと軽薄な男の子です。まあ見た目だいぶ違ってますけど、もう10年以上前のドラマだし、でしかもそのキム・ドンウク君とハジョンウは国家代表にも出てたんですよ。っていうか、国家代表のキャストがめっちゃ多い。マドンソクも出てたし、ちなみにこの映画マドンソクおっぱも出てるんですけど、でイ・ジョンジェも出てます。でキム・ヘスク、キム・ハヌル、イ・ギョンヨン、やばいでしょ、聞いてるだけで、でオー・ダルス・イム・ウォニとかが出てるんですよ。
オーダルフとイム・オーニはまあ検察官みたいな、この罪裁判を起こすときにあの原告になるような人たちなんですけども、もう超やばいんですね。でそのこのさっき言ったチャテヒョンさんの弟のキム・ドンウク君が実はちょっと大変なことになるんですけど、そこに関係してくるので、ド・ギョンス君という俳優さん、若手の俳優さんが出てるんですけど、これはですねめっちゃ知ってる人が多いと思うんですけど、あの韓流のポップ K-POP のエクソ、ごめんなさい、私実はあの K-POP めっちゃ弱いんです。韓国こんなに好きなのに K-POP ほぼ聞かなくて、 K-POP のアイドルの人ほぼわからないんですけども、このエクソのド・ギョンス君、D.O. 君で、彼は結構映画出てて、あのカート、アスエであるとか、純情で、あの日兄貴が灯した光とか、その7号室とか、結構映画出演が多くて、しかもかついいんですよ彼って。ド・ギョンス君、ドン・ギョンス君合ってるかな、うん、別に合ってなくてもいいけど、で結構彼はアイドルなのにすごくいい、別にアイドルを見下してるとかそういうのじゃなくて、あのですね、韓国映画ファンの中で実は K-POP アイドルが出てる映画って重宝されるんですよ。あのアイドルが映画界に進出してきてうぜえとかそういう感覚実はなくて、そのエクソとかすごく人気のあるアイドルが出ることによって劇場公開が確実になるんですよ。例えばそのすいません、ビッグバンの人VI さんが出たあのタチャとかも、あれもやっぱり特別料金だったけど、やっぱり彼が出てなかったらもしかしたら劇場公開見込めなかったかもしれない、安定の案件だし、今はもう断然エクソです。エクソのメンバーが出てたら絶対に劇場でかかるから、エクソが出ててくれるだけでもうありがたいんです。演技がどうとかマジどうでもいいし、まあ彼はすごくいい俳優さんだなとは思うんですけど、そのマジどうでもいいんで、あの K-POP のですねお客さんが入れれるスターの人はじゃんじゃんですね映画出てほしいっていうのが、あの韓国映画ファン、劇場で見たい韓国映画ファンの実は正直な気持ちであります。でこれ海とともになんですけども、あの地雷監督、個人的地雷監督キム・ヨンファ作品ですね、最初に星の数をお伝えしますね、 3.6 です。楽しみました、残念なことに。残念じゃねえよ。はい、あのですね、一応ちょっと定説がありまして、このハジョン氏ですね、悲しき獣であるとか、あのなんだろうな、めっちゃ出てますよね、トンネル、お嬢さん、1987、いつか家族にアムサル、軍刀、もうベルリンファイルも数えたらキリがない、まあ、偽俳優ではあるんですけど、ハジョンが出てる映画って絶対に日本でかかるんですよ。これも定説としてあって、でハジョンが出ているにもかかわらず、この2017年の末に公開された神と共にがなかなか日本に来なくて、2018年の間になんでハジョンの作品なのに神と共には日本に来ないんだということで、韓国映画ファンは結構ですねイライラしてたんですけど、あるよあるよとすぐツーズが作られたので、あ、抱き合わせで来るのかっていうのが分かった次第であります。というわけでですね、いろんな、いらんことを言いすぎて内容について触れてないですね。ただその星 3.6 だから本当楽しめたんですよ。ただね、そのまあまあ、 あの国家代表で私が嫌だなと思った部分が前半出てこないんですけど、やっぱちょっとね後半がね、後半というか、まあやっぱり根本の考え方がちょっと合わなくて、そのチャテヒョンさんは消防士 で女の子を救って下敷きになって、火事のところから落ちてしまって亡くなるんですね。それ以外にも消防士としてすごくですね、活躍をしてたくさんの人の命を救った、しかも前任であるということで鬼人というされて、重宝されるんですね。でそれって私すごい嫌だなと思ってるんですけど、どんなにいい人であろうと、どんなに悪い人であろうと、死は同じであるって私は思ってるから、このいい人だから死んでいい思いをするみたいな、生き返れるとか、そういうですね差別的な考え方がすごい嫌いなんですよ。キム・ヨンファ監督の嫌いなとこってそこなんですよね。その死っていうのはどの人にとっても
悲しいことだし、どの人にとっても平等だし、絶対にみんな死ぬので、そこに人格とか日頃の行いとかそういうことで差別化するところが私はこの監督の嫌なところなので、そこはやっぱりちょっと垣間見えてはいたんですけども、割とそんなことがどうでもよくなるくらいこの映画スペクタクルファンタジーなんですね。この地獄描写がめっちゃファンタジックです。でそこでですね、考えたのが、韓国って多分ご存知の方多いと思うんですけども、完全に、ね、カトリックの国なんですよ。なのでこういう地獄であるとか閻魔大王、あの世三途の川とかいう仏教的な考え方って結構少数派なんですね。だからそれが大衆に受けたっていうのは、仏教的な部分を多分ファンタジックにしたから、あ、なんかこれは自分と地続きの話っていうよりは、まあファンタジーにスペクタクルな娯楽作品だと思って、韓国の国民の方がたくさん見に行ったのかなというのが、ちょっと私の完全なる推測なんですね。本当にカトリックの国なので、仏教的な考え方って結構すごく古いというか、あんまり若者に通じる考え方ではないから、結構不思議だなとは思ってました。で、なんだろうな、そのファンタジックなこの空間の面白さ、ものすごい CG 使いなんですけど、その CG が、まあ、そこまでクオリティは高くないです。ただ安っぽくはないので面白いし、このね、チュジフンさん演じる超偉そうな、こいつね、多分、ハジョンウよりも年下だし、チャセヒョンさんよりも年下なのにずっとタメ口なんですよ。もうイラッとした。韓国ですごくその、敬語とタメ語の厳しいので、途中ハジョンさんもちょっとそういうセリフ出てくるし、で、ハジョンさんは誰に対してもきちんと敬語です。初対面の人でもは普通敬語です。はい、そういうところがなんか微妙だなと思ったんですけど、このチュジフンさんはこの女の子のドンジュだっけ、ドクチュンのことをすごく大切にしてて、チャテヒョンさんにドクチュンを先に守れとか割と言ってくれるタイプですね。すごくいい感じで、まあ、チュジフンさんね、私すごい好きなんですけど、それは韓国ドラマの10年以上前のクンっていう、まあ、ロイヤルが存在したらということで皇太子の役やってる役がすごい好きで、めっちゃファンなんですけど、この人映画をぶち壊しにする天才なんですよ。もうオーバーアクトがやばくて、自分の映画を自分でぶち壊す天才だと私は思ってたんですけど、この一作前のアシュラは結構良かったですよね。まあ、下っ端の役だっていうのもあったけど、割と控えめなんで、まあ、控えめな演技でいいなと思ったんですけど、今作も終盤までは結構ね、この役に徹したテンションに合ったテンションの役、この役に合ったテンションで演じてらっしゃいます。ただね、ちょっと後半の、ね、戦いシーンになったらオーバーアクトがちょっと目立ったかなっていうのはちょっと残念かなと思います。これからですね、まあ、そのね、7つの裁判をそれぞれですね行っていく中で、まあ、基人として来てるし、もうこの人も見るから、まあ、チャタヒョンさんは顔がいい人っぽいし、その日頃の行いとかもすごいいい人なんですよ。で、家族に仕送りもして、そのお母さんは耳が聞こえない、で弟は判事を裁判所の判事を目指して頑張って勉強してて、今は軍隊にいるんですけども、そのためにですね、お金をですね、めっちゃ仕送りとかをしてるんですよ。その仕送りのために土日も休まずにすっごい働いてるっていう、すごいもう誰がどう見ても偉い人なんですけども、実はこの人にもいろいろあったっていうのが、その裁判を通じてボロボロ出てくるんですね。そのなぜそこまでして仕送りをしてたのかとか、最後に一度目だけお母さんに会いたいって言って、チャテヒョンさんはすごいそれだけは譲らないんですけど、なぜそこまでしてお母さんに会いたいのかとか、そのチャテヒョンさんが良かれと思ってしていたことが実はそうではなかったかもしれないみたいな、いろんなですね、このチャテヒョンさんのこのホジョン、名前が難しいですよね、ま、このチャテヒョンさんの前任とされていた彼の実は隠れた素顔であるとか、隠れた苦悩、そして隠れたですね罪というものがですね明らかになって、どん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 裁判の行方というのが分からなくなってきます。最初はお腹鳴った。最初は楽勝不勝とか言われてたんですけども、それが危まれるんですね。で、危まれるもう一つの原因として、実はちょっと弟さんが関係してくるんですよ。弟さんは軍にですね、勤めていて、で、まあまあ、
上司からの信頼も厚くて、そのさっき言ってたエクソの男の子がちょっと注意兵っていう形で、そのエクソの子は多分2年間の兵役で来てるっぽい感じで、あの弟さんは勤めてるっぽいんですけども、その注意兵っていう形でちょっと彼は精神的に不安定だし成績も良くないから面倒を見てやってくれって言って、チャティヒョンさんの弟のキム・ドンク君がちょっと任されるんですね。でそこで実はちょっとある事件が起きてしまって、それがチャティヒョンさんのその、あの世での裁判にどんどん関連してきます。それがですね、それを処理するためにハジョンは本来ならばチャティヒョンさんについてあの世でこの裁判に集中しなきゃいけないのに、この世に来てですね、いろんな処理をしなきゃいけなくなっちゃうんですね。それでそのなんか冥界、あの世の法律とかをどんどん破ったりとかして、しかもですね、このですね、これは言わないでおこう。で、ハジョンさんはその弟を見ている時に自分の、この死者、冥界の死者になる前 の、 あの人間だった時の思い出とか、その自分が生きていた時のお父さんの姿っていうのを投影してしまって、非常にですね、心の中もですね、こうなんだろうな、もやもやしたりとか、新しい記憶が蘇ってきてちょっとあーってなったりもするんですけども、まあ、ハジョンは安定してかっこいい。ちなみにですね、知り合いに聞いたところ、ハジョンはだいぶ変な人らしいです。まあ、絵とかうまいから天才肌の人だと思うんですけど、なかなか変わった方らしいですよ。まあそんな感じかな。思った以上にね、面白かった。いや、これってすごい嬉しい喜びなんですよね。見てる間やっぱり、ああもうちょっとこの監督かよって懐疑的に見ちゃうじゃないですか、やっぱり先入観ってあるから。でもヒットしてるしなっていう複雑な気持ちで見始めたんですけども、そんなことね、はっきり言ってどうでもよくなるぐらい物語に没頭できたし、私は涙を流しました。部下ですのシーンね、私は涙を流しました。やっぱりね、親孝行のは特に韓国では重んじられるけど、日本人もやっぱり好きじゃないですか。で、これは私の話なんですけども、すごく大学生ぐらいの時に友達と親孝行ってなんだろうみたいな話をしてて、親が自分にしてくれたことって返せないよねっていうところに決着しました。多分ね、親が子供にしてくれたことを返そうとするのは不可能なんですよ。だからこそ親のためにせめて先に死なないとか、でも先に死んじゃうんですけど、それ考えたらお母さんがちょっと一番かわいそうかな、この映画と思った。で、第2章が6月28日からもう速攻来ます。で、第2章の主人公は誰なのか、もうビジュアル出てるから言っちゃうんですけど、弟のキム・ドンウク君です。なぜなら彼は49番目の、生き返る人かもしれないから、その49番目というのがキーになってくるので、皆さんぜひ見てください。というわけでですね、韓国俳優だ話が多かったので非常に長くなってしまって申し訳ありません。神と共に第1章罪と罰、はい、ビジュアルが非常に似ているためフィルマークスの感想を書き間違えました。というわけでですね、フィルマークスと、あと最近作ったツイッターですね、貼っておきますので、ぜひ見ていただければと思います。バイバーイ。